はい、皆さんこんにちは。今回はですねこちらのボディ紹介していきたいと思います。はい、こちらはですね、フェラーリのですねラ・フェラーリと呼ばれる、車になります。はい、こちらもホワイトボディから製作しております。でこのボディの特徴はですね、この窓枠の部分が全面こういった形になっていてですね、天井は窓枠にくっついているという状態になっています。で今ねミラーはまだ接着していないのでちょっと取れちゃいましたけど、こんな感じになっております。で今回はこれ実車の限定車両をですねモチーフにして、随所にこう赤いラインを細かくね散りばめるというようなものにしております。はい、こんな感じですね。で一応ナンバープレートの方には、先日、ポルシェカップのねプロモーションビデオを作っていただいた、最近一緒に遊ばせてもらっている、ケイタさんのねチャンネルロゴ、これケイタさんの方にねお渡しするものなんですけど、ロゴをですねナンバーの方に入れてオリジナルの、ナンバーを作らさせてもらっております。でマフラーもねこれメッキ加工の塗装をしてますので、かなり綺麗に仕上がっております。もちろんね中は黒のままにしております。はい、いかがでしょうかね、こんな感じになっております。でちょっと合うシャーシがないのでちょっと乗せるだけですけど、車に乗せたイメージ、ちょっとね車高とかも合わないし、サイドマウントまだつけてないんですけど、まあ、こんな感じになりますかね。はい、ちょっとね低すぎますけどね。はい、こんな感じの車になっております。非常にねかっこいいスタイリッシュな車になりますね。はい、で今回もですね、このサイドマウントはついてないので、ただ上に乗せただけではあるんですけど、お立ち台に乗せてぐるっと回す動画は今回もね用意しておりますので、そちらをご覧になって、この動画は終了になりたいと思います。それではどうぞ。